魔女みたいな顔するじゃん。まあまあまあ、それはもう、字でしょ、字でやってんでしょ。字じゃないですよ。それはでもわかるよ。七尾ってそんな感じしますけど。演技がうまいよ、絶対。もしかしたらあれじゃない、ほんと、そのうち、うん、さあ、賞とか取んじゃない、はい、おー。なんとか賞、演技賞、助演。演技賞ね。うん。だから、これ、やっぱ、助演なんじゃない助演演技賞助演賞。助演賞取んじゃない助演賞って何です、うん、助演の賞、うん。まあでもこういうのはなんかハリウッド行ってほしいな。このぐらいのスタイルだったら。確かに。本当にさ、自信持って送り出せるよ、俺は。確かに、七尾が今英語ペラペラで演技が上手いって今俺が思っちゃったわけだから、うん、もう上手いじゃん。うん、もうチャーリーズ・エンジェル入れる。なんでチャーリーズ・エンジェル入れるよな。入れるよ、この人。あの人なんだっけ、あのアジア人。アジア。ルーシー・リュー。ルーシー・リュー。ルーシー・リューよりも七尾の方がいいだろう。のがいい女だと思うよ。な。うん。スタイルも負けてないよね。負けてない。うん。向こうもすげえけど。いや、新作、チャーリーズ・エンジェルは七尾で決定。決定。決まりました。決まりました。ね。うん。うん。このニュースは。さ。さ。ラジオネーム、豚キムチ、うん。うん。水着姿のセリナが、下を履いていない、セクシーな自撮り写真に、反響続々。出た。タレントのセリナが自身のインスタグラムで11日水着姿を披露し話題になっている、うん、これに対しネット上では、うん、ほんと素晴らしいスタイル、スタイル良くて可愛いなどのコメントが寄せられている、うん、また下履いてます、うん、安心してください履いてますよなど、うん、上から撮っているためか下の水着が映っていないことに突っ込むファンのコメントもあったと、うんうん、これね、ああ、こういうやつね。下履いてるか履いてないか分かんないやつね。ああ。こういうのなんか最近流行ってるんでしょ？安心してください。履いてますよね、まあ。こういうのなんかグラビアがやってるっていうニュース出てたな。ネットニュースに。一昨日ぐらいの読んだな。海海タトゥーシール。どこ？何？海海タトゥーシール。色珍しい。耳の後ろにつけるのマイブームというコメントの写真を公開した。うん、あ、タトゥーシール貼ってる。あ、耳の後ろに。これか、うん、あざみたいな。あ、なるほどね。これが何なの、それ。あ、こうやってやって。なんかすごいね。ビール飲んでんのか。はい。サングラスかけてね。サングラスでけえな。いい感じ。いい感じですね。いい女には見えねえな、これ。いい女に見えなくない、ちょっと。なんか、もっとかっこよく撮りゃいいのにさ、こういう仕事してんのに。これって自撮り？自撮りなの？自撮りか。ですね。右手上げてるもんね。上げてるか。うん。サングラスがちょっと。なんか、ならないね、その辺のなんか、ギャルみたいじゃん。ヤンキーに見えんね。ヤンキー上がりのギャル。うん。ダメだな、自己プロデュースしないと思っと。なんだろうね。これ。そうね。もうちょっと、いや、モノマネセリナって多分いいじゃん。うん。顔とか。いや、可愛いんだよ。可愛い。俺はね、一緒に番組やってたから。うん。別に可愛いんだけど、ちょっとやっぱり、ダサいのかな。ダサいんじゃない？ダサいんだよ。いいスタイリストがついたらもっと違う感じになると思うんだけどな。ねえ、もったいない。こんなスタイル良くて可愛いんだからさ。そうだよ。女の人ってそういう側変えるだけで随分違うんだよ。だこの写真一つ撮ってもやっぱこのセンスがやっぱないもんね。スタイルも全然よく見えてないし。そう。可愛さも見えてない。もったいないな。もったいないよ、これは。このニュースは。クソ。クソ。クソだよ。ラジオネーム、富士記者が送ってくれました。ここから、クソです。クソステーション。どうした？何でした？記事ないしね。はいはい。おぎやはぎ、やはぎ、すっぴん画像を公開。ひげちゃんこと、宮崎森文氏のインスタグラムを介して公開された、おぎやはぎ、やはぎ系のすっぴん画像に注目が集まっている。うん、アラスカと大きく書かれたキャップをかぶり、あ、今かぶってるやつ。あれ、いつの？今なの？可愛らしく上目遣いをした写真にファンからは、めっちゃ可愛い。可愛すぎる。おじさんに見えない。癒されます。といったような絶賛コメントが寄せられた。また宮崎氏は放送終わりのケンちゃんなのだとコメントしており、氏はインスタグラム上では、なのだ推しで行くことも判明した。なのだ推しなんだ。うわ、これか。うわー、かわいいね。かわいこぶってる感じがすんね、これ。これ？うん。ケンちゃんなのだ。ケンちゃんなのだ。
こんなの載せんの、そうなんだよ。すげえさ、自分のインスタグラムのためにさ、ツイッターとか、すげえ撮るじゃん。すごい撮るんだよね、写真を。バン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 。そうなんだよ。やめてほしいんだよ。写真撮るの。これに使われてんだ、そう言われれば。そうだよ。辛いよね、これね。そうなんだよ。まあさ、インスタグラムに。嫌なんだよ。周りからしたらこれ完全に矢作がやってるとしか思えない、これ。そうだよね。撮らせてる、みたいな感じで。そう。これやっぱさ、そういうさ、うん、やっぱプライベートをさ、やっぱ、うん、売りたくないから。わかる。ちょっとこう、ね、隠したいというか、うん、やっぱプライベートはね。俺普段プライベートでアラスカって帽子かぶってんのとか知られたくないのよ。そうか。だからやめてほしいんだよね、これね。ひげちゃんもう、どうすんの、もうこれでダメだ。今日で終わりだ、これ。インスタグラム。ここまで言われたらもう。うん、でちなみにそのひげちゃんの今日のインスタグラムは、うん、出た。自分のもやってんだ。出た、これ。カレー？工務店さんにカレーごちってもらったのだ。うん、取る前に一口食べちゃった。ペロリって言って、ちょっと舌出してるの。また出た、この舌出すやつね、この。そうそうそう。いつもやるやつ。それに対してやっぱヒゲちゃん可愛いとか来るじゃん。ヒゲちゃんお茶目さん可愛いとかハートとか来るから、こういうのがもう嬉しくしょうがないでしょ。そうなんだよ。うん。多分こういうことなんだろうな。嬉しいからみんなやっちゃうんだろうな。うん。ボーダー似合いそう。みんなでも褒めるとこを探すの大変だろうね。うん。みんな同じようなこと書かなきゃいけないし、ね。素敵、ペロペロしたいとか、そういうこと言われるのこう本当に、うん、嬉しいな。素直に喜んでるから。なぁ。でもさ、嘘なのに、うん。でもさ、しょうがないよな。やっぱりさ、普通に生きててさ、うん、こんなこと褒められることないんだもんね。可愛いとか。うんうんうん。それさ、うん。やっぱり。だ。日々のこの、うん、まあ、生きがいじゃないな。わかるわかる、でも。なんか楽しみがあった方がいいもんな。俺らの時代、まあちょっと前までこれなかったからさ、ここにハマる理由はわかるわ。わかるよ。これでしかやっぱこう、周りとのつながりが持てないもんね。うん。だって忙しく働いててさ、テンション上がる出来事を毎日欲しいよ。うん、そう。出会いも全くないしさ、うん、誰にもこう声かけられない世の中からこういう。人って褒められるの好きじゃん、まず。うん、だからこうやって、ちょっともいいけど、可愛いとか言われると、気に ね。世の中こうやってフォローし合ってんだな。そうそう。水の舐め合いで。水の舐め合いしてさ、それで平和になってんだね。そうだな。平和いいことなんだね、だからこう。インスタグラムとかツイッターってのは、傷の舐め合い。舐め合いだ、ほんとに。ツールで。うん。悲しいやつしかやってないんだよ。どうですか、これらのニュースは。うん、あ、クソクソクソね、うん、はい、はい、ということで、うん、こんな感じのしょうもないニュース募集します。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキクソステーションの係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。メールテーマね、はい、女をびしょびしょにする方法、メールいっぱい来てます、はい、ラジオネームシャキシャキサラ、おぎさん、やぎさん、こむてさん、こんばんは。女性をびしょびしょにする方法ですが、僕もいい声で話すことが一番効果あると思います、うん、なのでいい声で官能小説の朗読をしてみてはどうでしょうか。ああ、これはまあ結構王道だよね。王道ですね。いけるよね。確かによくそれはあるな。うん。官能小説が好きだもんね、女の人はね。ああいう好きだね。なんか、言い回しというか。ストーリーが好きだから。ね、うん、うん。ラジオネーム、ワシントン、小木さん、八木さん、コムテンさん、こんばんは。先日、女性用の AV を見てみたのですが、うん、なかなか前儀に行かず、ずっとイチャイチャしてました。うん。多分女性はくすぐったいのも好きだと思うので、聞いてたらくすぐったくなっちゃうセリフで攻めてみてはどうでしょうか。くすぐったい